明らかに本物だって勘違いしてる人結構いましたね。人をね騙していけば何が面白いんだとかね、激怒しちゃう人とかもいたりしたんですけど、子どもの頃思い描いた自由な遊び心が生み出す幻の生命。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は幻獣標本作家江本はじめ。筑波大学で芸術を学んだ彼が導き出した芸術。高校の、僕美術部にいたんですけど、そこにね、トカゲの干したやつ、それがなんかねポンと置いてあったのを思い出して、なんとなく作ってみたらそれっぽくできちゃったんですよね。きっかけは思いつきと遊び心。しかし作るからにはどこまでもこだわるのが江本流。まず第一にしっかり決めなきゃいけないのが骨格ですよね。干からびてるんで、いわゆる筋肉組織はあんまり考えなくてもいいんですけど、骨格だけはかなりちゃんと決めておかないと結局仕上がりに影響しちゃうので、でその上から干からびた皮膚状のものを貼り付けていく。本物に見えるようにっていうと、でもちょっと矛盾があるというか、実際そんな生き物がいないんで、作ってる素材が一目で分かっちゃうようだと多分見る人はパッと見て見ないと思うんですよ。二度見させるぐらいのインパクトと、あとはその質感的にその本物っぽく見るようにしなきゃいけないなって常に思ってますね。例えばベースの生き物があってアレンジしていくっていうのは、こういう形で進化したのもありかなみたいな、いわゆるオレ流進化論みたいな感じでやっちゃうこともよくありますし、で逆にその全く高等無形な方向にそういうのを考えずにやることもあります。だからどっちもどっちでやってますね。嘘をどこまでも真剣に楽しむ、そんな江本はじめのブレイク前夜。学者さんが、その研究とかでやるときって嘘ついちゃダメじゃないですか、原則的に。僕作家なんで基本的に全部嘘って嘘なもんですから、真面目にそのバカなことをやるっていうのもありだし、だって捕まえちゃったんだもんっていうスタンスで。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。